UX、乗っていきましょう。今時ガソリン 100% なのかよ。オープニングムービーとサウンドは、さすがレクサスですな。この新宿サブナードの駐車場、マスの一部が柱なんだよね。それを避けながら出ていく必要があるのですが、コンパクト SUV というだけあって、小回りはかなり効いてくれて、視界もいいです。ただこのステアリングのボタン、ハリアーで見たことあるぞ。そしてこのマップ、グラウンド中身がそっくりですね。そしてこの液晶メーター、解像度がかなり低いです。今調べたら新車価格が、この底辺グレードで400万、高いのだと500近くなるとか、レクサスの世界観がちゃんとあるんだけど、乗ってみた感じ、これで400万円も取るのかと思ってしまう。レクサスの良さがわかる人は、UX を買うんですかね？買うとしても爪楊だろ。車のことはよくわからない。でもレクサスが欲しい、乗りやすい、買いやすいのがいい。そういう人が、月4万円くらいのローンで買ってそう。マイバッハの方の S クラスと、ロールスロイスのお目見えだ。奥の方にはムルシエラゴと現行型の911がいたし、帰り道側にはフェラーリの SF90 もいたし、東京ってどうなってるんだ。ちなみにオーナーの方は、車に不満があっても、SNS に書かない方がいいですよ。ニスモのマーチとかノートのアイコンの人から、スポーツカーなんて乗り心地悪くて当たり前だとか、車がかわいそうだとか言う、読んでる間にカップラーメン湧きそうな長文来ますから。イメージを下げるなよな。厚いコンパクトホットハッチが、貧乏人が上位車をひがみながら、妥協して乗る車だと思われちまう。アルトワークス、その点レクサスの UX って、悪いイメージないですよね。これが RX の方だったら、名古屋の都心部を、ノーウィンカーで、オレンジ線カットしながら、割り込んでくるイメージしかないのに。あとは UX と言ったら、粗品さんが所有してるってイメージだな。何があったし、特に印象がないという点で、この世に存在する車の中でも、トップクラスにオーナー民度が高いのかもしれん。こういうところも、視認性が素晴らしいですね。前後長も短いので、視点の高さと相まって、狭いところが本当に楽。あ、これ行けばよかったわ。もう朝の4時なのに、コロナのこの字も見つけられない。東京の街をご覧ください。タッチ式ディスプレイではありませんよ。LFA 時代から続く、独特の操作感が特徴の UI、やっと実物を触れます。想像はついてたんだけど、意味わからないくらい使いづらい。スマホみたいにやらせてくれよ。ふむ、ズーム操作は、2本指でつまんだり開いたりするのね。適当に目的地をセットするんだけど、どうすればいいんだこれ。え？戻されたんだけど、押し込むと決定なのか、トラックパッド下の決定ボタンなのか。日本の悪いところですよね。多額の無駄な金と時間を投じて、内製にこだわって車輪の再発明をして、結果としてクソ使いづらいゴミができる。新型になって改善されたらしいけど、これ結局さ、好評だったの？まあベンツも BMW も、ここら辺は不親切で使いづらいからな。最速ナビと Google マップに、誰も勝てていないのが現状だろう。ブレーキホールドとアイドリングストップは、最低限ついていますね。LFA の時みたいに、このつまみでモードを切り替えるわけか。右側は電子制御のオフ。スポーティーさがありますね。見た目だけだけど、シャムイか。はい、金曜日の深夜、この街の人たちがハメを外してるのか、はめてるのかはどうでもいいことです。今は車の話をしましょうね。コンパクト SUV って、本当に乗りやすくていいですね。SUV なんて鈍重ででかくて乗りづらいだけだ。前後を高くしても意味がない。そう思っていたけど、コンパクト車は違う。前後にも左右にも小さいおかげで、相対的に視点が高くなり、車をさらに小さく感じる。あんまり深いことを考えなければ、買える価格帯の中で、レクサスの高級感と、コンパクト SUV の使い勝手が両立される。これがまた乗りやすくて、ガソリン 100% じゃなければ、市街地での足に最高だなと思いますね。さっきステアリング内のボタンがハリアーと同じだと言いましたが、ハリアーをレクサス化して、コンパクトしたらこうなるのかもね。ハリアーを太らせて、乗り心地をより良くして、内装をコストカットしたらクラウンクロスオーバーになるな。というかここ直進矢印じゃねえか。せっかくのハンドリングテストが、トヨタのことだから、エンジンもカローラかギッツと共用だろと思ってたら、あからさまにエンジンの回り方が違うんですよね。これは純正指定オイルを化学合成油にしたとか、そんな小手先の話じゃない。抗がないというか、エンジンの製造工程で、より精度よく組み付けられているというか、そういう回り方だ。ヤリスクロスや86にはあった、安い車特有の、バッタンバッタンとした動きはない。レクサスを名乗るために、目には見えないところも、最低限はやってありそうですね。オートサロンでコロナをもらったのか、編集期間に喉の痛みで丸1日寝込みました。覚えていることで話していくよ。一つはこの、
解像度が見るからに荒い、デジタルメーターですね。動画じゃ伝わらないけど、タコメーターの3とか4とか、崩れちゃってる。ベンツの B クラスとか、むちゃくちゃ解像度が高かったのに、ナビ画面のサイズも控えめだし、先進性はちょっと弱いかな。市街地での乗りやすさ、手頃な価格、レクサスの世界。そういう一台だよな。レクサスディーラーの、ラウンジの居心地の良さとか、距離感のちょうど良さとか、その手のサービスの良さが、レクサスを所有する、大きな喜びの一つらしい。中古ではなく、カーシェアレンタカーでもなく、ディーラーで新車を買ってこそ、レクサスのカーライフは至高のものとなるらしいね。アイドリングストップからの発進は、どの車種もガタついちゃう。でも、始動時の振動は、比較的抑えられていると感じたよ。叩かれるみたいな衝撃が走る車種もあるからな。言うて新車価格400万円って、レクサスの中じゃサイレンカクラスだし、BMW もベンツも、文句あるなら上の階スタイルだし、400万円もする高級車というより、レクサスのエントリーモデルとしてみましょう。そういう車種じゃないだろうけど、スポーツモードに入れて、ちょっと踏んでみましょうかね。174PS の2リッター直四、どれくらい伸びるでしょうか。まあこんなもんでしょう。ほんの少しだけ、86に近いような音がしますし、ジェントルに回っていきます。これっぽっちも速くはないけど、合流や白点線追い越しも、これだけあれば十分ですね。そういえば、深夜の東京って、こんなにサクサク運転できるような場所だったっけ？そんなわけないぞ。道路は狭いし車で窮屈だし。そんな東京の街中を走っていても、一切の不自由を感じないのは素晴らしい。日本の街乗りは、やっぱコンパクトカー最強よ。メーター内部の機能については、控えめであると言わざるを得ないですね。ナビシステムについては、独特のトラックパッドに慣れが必要で、初見でいきなりレビューなんかできないしな。あのトラックパッド、カーソルを移動するたび、振動が走ってフィードバックが返ってくるんですよね。エアコンが物理ボタンなのも素晴らしいし、こんなに便利な高級車って、他にあるかな。CVT なのも、ギアチェンジで揺さぶられなくていいよな。エンジンは非力にはめくが。そしてハンドリングです。レクサスについて、スポーティーなイメージがあったのですが、個人的には微妙って感じ。GR 系統の、ダイレクトかつ一体感に溢れるようなフィールではなくて、与えたハンドル回転操作に対して、ワンテンポ遅れてロールし出すような感じ。大型船みたいなもっさりステアリングなんですよね。とは言いつつもこれ、スポーツマシンじゃなくて、実用車だからね。軽いステアリングは素晴らしいよ。シフトノブを右に倒すと、マニュアルシフトができます。だからって何か楽しいわけではなくて、長い下り坂で、エンジンブレーキに使うようだね。ずっとスポーツモードで走っているが、使ってる感じ、加速のだるさ改善モードだよな。ちょっとだけエコモードで走ってみますが、どうしようもないくらい加速が遅いです。信号待ちしてたら目の前で客を下ろし出して、第二車線の方も客を取り扱い出して、停車中の車両を左右に迂回するという、深夜の東京特有の出来事の末に、目の前で止まられる。は？勘弁してくれよ。そこが地下駐車場の入り口なんだぞ。深夜の東京なんて、走ってる車の9割はタクシーだからな。立体駐車場の、狭くなってるところの段差にも、臆せず入っていけるのは便利ですね。このまま車庫入れなんだけど、残念なことに、アラウンドビューモニターはありませんでした。バックビューモニターの解像度も高いとは言えず、横長のナビ画面を持て余している。それにしてもすごい数の車たちだな。これ全部スマホで借りられるんだぞ。隣にミライもあったんだけど、面倒くさくなって、このままオートサロン会場に向かってしまいました。絶対コロナ移されたわ、行くんじゃなかった。気兼ねなく乗れるレクサス、これで400だか500万円というのは、ちょっと高い気がしますが、非常に乗りやすい一台でした。